悟空さんとは別人のようですね。この男と孫悟空さんですか。仕方がありませんね。今回だけは感染に注意してあげましょう。飛びましたね。力の出し惜しみをしているわけではないようですね。終わりだ。負けたくないという気持ちが熱苦しいですよ。2人とも、なかなかのスピードですね。邪魔な雑魚はきっちり始末しなくては。ここから体勢が変わるでしょうが、まだ終わりは見えませんね。覚悟はいいか。この手また君が一撃で終わらせますね。なかなかやるじゃありませんか。どうした。この手また君が一撃で終わらせますね。まあ奥の手はすぐに見せているつもりですからね。そばにいるだけでは意味もありません。来ますよ。これが俺の権力です。いちいち反逆する弱者など叩き潰されて当然です。これは相手だ。ここからさらに追い詰める気ですか。ハッピーご主人で簡単に背後を取らせる方が悪いです。そろそろ会ってくれたらいい。一思いにやってもいいのですよ。見事に打ち上げましたね。ここからさらに打ち抜きですか。ご主人で簡単に背後を取らせる方が悪いですからね。見事に打ち上げましたね。相手を徹底的に痛めつけ、いちいち反逆する弱者など叩き潰されて当然です。今度は俺が相手です。ここからさらに追い詰める気ですか。ご主人でふんってしまいましたか。つまらないですね。悟空さん、俺の修行の成果いかがでしたか。